戦局が悪化する中、昭和20年、1945年に入ると、我が国では極度の物資不足となりました。で、その結果、航空機用のアルミニウムすら足りなくなっていったんですね。で、このため、食器や鍋、あるいは夜間などの非軍事用のアルミニウム製品の回収運動が始まったんです。しかし、いくらなんでも日用品を全て取り上げられてしまっては、国民の暮らしは成り立ちません。運動を強いなった昭和天皇は心配されてこうおっしゃったそうです。家庭で日常を使うものまでは取り上げないように。陛下の優しい一言です。そしてまた、この当時、国民の多くが食料不足に陥っていました。で、この時に、その現実をお考えになった昭和天皇は、毎日のご自身のお食事ありますよね。このお食事に対しても、絶対に特別な配給はするな。国民と同じものを自身でも配給すべしと強くお命じになりました。そしてその当時国民が食べていた水豚などの代用食ですね、これを自ら進んでお召し上がりになったそうです。言いたくありませんが、どっかの国の独裁者とは天と地ほどの違いありますね。で、この当時極度の物資不足に、食料不足に悩まされていた国民。でもね、物資不足だけなら、どんだけ苦しくても命を流れることは不可能じゃありません。だから国民もまだ生きていけるんですよ。しかし、空から敵の軍隊に攻撃されたらひとたまりもありません。そして、その恐るべき事態が、現実となる日が、やってきてしまいました。昭和20年3月9日の夜から10日にかけてのことです。アメリカの B-29 戦闘機が東京に退去して襲来しました。そしてあちらこちらに爆撃を行いました。いわゆる東京大空襲です。この東京大空襲によってどんな被害をもたらしたか。3月9日の夜から10日にかけて、つまり1回ですよ、たったの1回ですよ、にもかかわらずどのような被害をもたらしたか。焼かれた家約26万戸、死傷者12万、焼け出された人100万人以上、甚大な被害ですよ。世界史上で例を見ない非戦闘員に対する大虐殺なんです、これは。さて、空襲後です。昭和天皇はご自身で被災地を訪問されたいと希望なされ、約1週間後の18日に実現しました。1週間後ですよ、空襲からまだ1週間しか経ってないんですよ。ですから焼け落ちたまんまですよ。当然整備なんかされてません。東京は焼け野原を溶かしてまして、何よりも痛ましかったのは12万が死傷してるんですから、焼け死んだ遺体がまだその場であっちこっちに転がってるんですよ。片付けられないんですよ、多すぎて。陛下はその被災地の悲惨な状態をじっとご覧になっておられました。そして被災者をおかげましになりながら、東京の変わり果てた姿を実に胸が痛む思いでご覧になっておられました。もはや一刻の猶予もなく、一日も早く戦争を終わらさないといけない。そしてこの東京大空襲の直後です。4月のことでした。4月に新しい内閣総理大臣として元侍従長の鈴木貫太郎、この人です。
勘太郎を新たに内閣総理大臣に指名しました。ご自身との縁が深い鈴木であればきっと戦争を終わらせることができるに違いないと陛下は期待されたんです。